WWS チャンネルをご覧の皆さんこんにちはスカイハイですいやー楽しかったっすねてかね風がまず気持ちよかったっていうのとあと映像がすごいことになってるっていうのをこう想像しながらやる,やるのも楽しかったですしあとやっぱまあ最後に何より目の前にお,お客さんがいるっていうのはね新鮮でしたねオンラインライブ割といっぱいやってきたのでなんかいいな悪くないな音楽に没入できるなって思ってたんですけどなんかその向こう側に いるだろうと思っそうだ人間ってこういうなんかそういう意識のコミュニケーションみたいなの、えー、久しぶりにやったんでうんすごい感慨深いですね竹芝っていう街に特に印象がなくてなのですげえいいな港区ですよねすごいなんかいいですよねなんか港区のこっち側に。 渋谷とか六本木とかが多分人が集まる場所だったんだろうけどオフィスビルとかねあ竹芝新橋オフィスビルのイメージだねそこがなんかこんなねおしゃれで気持ちいいつうか入れる場所ができたっつうのいいっすよねすごい気持ちよくて今日あのケースケ君 DJ のケースケ君も言ってたけど椅子があるっつうのいいっすよねでめっちゃ気持ちよくて季節柄もあってああこれはね素敵空間だなああこれは素敵空間だ というふうに思ってます気持ちよかったですねいやなんかねそ外の夜の風の中で音楽しかもテクノロジーそしてそこに人っていうのはめっちゃ気持ちよかったですねなんかねバーベキューとかやりたくなっちゃうえ話違う <laughs> あやりましょう WWS チャンネルでねバーベキューやりましょうよろしくお願いしますあ、WWS で BBQ でしょほらすげえ綺麗じゃんすっげえ綺麗ありがとうございます 内緒ですでも9月の26日に「実家ワンマン」っていうのやるんですけどあの実家でライブやるんですよ。で、えっとまあ、ベストアルバムってやっぱある程度自分のキャリアのなんかひとまとめっていうかコンパイルだなんで本当もう今までのキャリアをまとめて俺の人生のキャリアの最初のスタートの場所でちょっとこう、うん、肩の力を抜いた形で。 思い残すことないライブをねやろうかなと思っておりますので9月26日、えー「実家ワンマン」よかったら見てくださいいや本当にねあのいつもありがとうございますっていうような言葉っていろんなところでみんながいろんな使い方してると思うんですけど今日はちょうどなんか直にね人間を見てその自分の、えー、と名前が書かれた T シャツだったりタオルだったりを持って自分の曲をこうなんか、えー、自分の曲に乗っているね人を見た時になんかやっぱあ人間 との、ね、関わり合いで人間っていうのは俺みたいな人間っていうのはいるんだなそのね改めて強く思いました、まあ、どういうきっかけであの知ってくれたか分かんないですけどいつもありがとうございますちょっと、えー、実家ワンマンしかりちょっと,、えー、といろいろ、えー、とあるいろいろあるんですけれども、えー、まあ、えー、気にしていただけてたら嬉しいですありがとうございました s k y −イイでした